ウォーカー軍は、アメリカ合衆国テキサス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は67,861人であり、2000年の61,758人から9.9%増加した。軍庁所在地は、ハンツビル市であり、同軍で、人口最大の都市でもある。ウォーカー軍は、その全体で、ハンツビル市圏を構成し、 また、ヒューストンベイタウン・ハンツビル広域都市圏に属している。1833年、メキシコ土地特許の範囲に入っていた後のウォーカー軍に、ジェームズ・ミッチェルとその妻、カルパーニア・フランクリンが入った。後に、初代軍政委員になったミッチェルが、オールド・サン・アントニオ・ドーロ、別名、エル・ハミノ・レアル沿いに、家と旅館を建てた。1840年代、この家は、駅馬車で、 旅する、疲れた人々の停車点となった。ウォーカー軍は、テキサス併合を、アメリカ合衆国議会に提案したミシシッピ州、選出議員ロバート J ・ J ウォーカーにちなんで名付けられた。しかし、ウォーカーは、南北戦争の間に北軍を支持したので、テキサス・レンジャーの隊員かつ、アメリカ陸軍の軍人だったサミュエル H ・ H ウォーカーに、ちなんむということに変更され、 軍名はそのままになった。テキサス州の著名歴史家ユージン・シー・バーカーが1874年に軍内で生まれた。バーカーはテキサス大学オースティン校にあるバーカー歴史センターにその名を残されている。他にも歴史家のマリリン・マック・アダムズ・シブリーが軍内で生まれた。シブリーはヒューストン・バプテスト大学の教授であり、州上院議員になったデイビッド・マック・アダムズ・シブリー。 シニアの母だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は801平方マイルであり、このうち、陸地787平方マイル、水域は14平方マイルで、水域率は1.75%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハンツビル市には、サムヒューストン州立大学がある。 ウォーカー軍の公共教育は、下記の独立教育学区が管轄している。チャータースクールである、ガルフコースとト,トレーズセンターが、軍内の未編入領域にある。エリス刑務所政治によ強制施設を運営する州の、機関である、テキサス州刑事司法省の本部が、ハンツビル市内にある。テキサス州の軍では、ウォーカー軍の州立刑務所と監獄の数が、最も多い。 男性用刑務所としては、バード刑務所、ゴリー刑務所、ハンツビル刑務所、ワイン刑務所が、ハンツビル市内にある。イソ刑務所である、ホリデー刑務所も市内にある。さらに、エリス刑務所とエステル刑務所が、軍内の未編入領域にある。ハンツビル刑務所には、テキサス州検察室が入っている。ウォーカー軍の機関産業として、数多く設置されている。 刑務所の存在が知られているテキサス州は全米で最も死刑に積極的な州で処刑者数も全米最多であるがテキサス州での死刑業務を担っているのが軍庁所在地であるハンツビル市にあるテキサス州立ハンツビル刑務所である1年に平均16人が予定されたスケジュールに沿って致死注射で処刑されている死刑執行の場所は ターコイズブルーの色で塗られた壁の部屋で、奥行き12フィート幅9フィートの大きさである。なお、アサシンクリードにも登場している。現在計画中のトランステキサスコリダーの TTC-69、路線が軍内を通ることになる。ありがとうございます。